藤原不と、藤原の不とは、飛鳥時代から奈良時代初期にかけての苦行。藤原鎌足の次男。文献によっては、不人と記されている場合もある。幸福寺演義、大鏡、苦行武人、孫悲文脈などの資料では、天智天皇の楽院と書かれる。死後は、文忠公。国公は、大御公。藤原不とは、天智天皇から、 藤原氏の姓を賜った藤原鎌足の子である。文武天皇二年六百九十八年には、不との子孫のみが藤原姓を名乗り、大上官の官職に就くことができるとされた。不とのいとこたちは鎌足の元の姓である中富の阿尊姓とされ、仁義官として祭祀のみを担当することと明確に分けられた。このため、不人が、 藤原氏の実質的な過疎と解することもできる。前述のように不とは、実は、鎌足りの子ではなく、天智天皇の楽院であるとの説がある。苦行部人の不との子には、実は、天智天皇の御子と云々、内大臣大職官、鎌足りの次男一名氏、母は、倉持邦子君の女、よし子娘なり、車持夫人とあり、大鏡では、 天智天皇が妊娠中の女房鎌足に下げ渡す。際、生まれた子が男ならば、そなたのことし、女ならば、真のものとすると言ったという伝説。実際に男子イコールフ人が生まれたを伝える。帝王変年記、孫卑文脈などの記載も同様である。平安時代まではこの伝説は、かなりの信憑性を持っていたと考えられ、竹取物語でかぐや姫に求婚する5人の、 飛行士の一人者持巫女のモデルは、富人とされている。これは、母が車持宇宙出身の巫女、という意味の名である。歴史学者の間では、後院説の指示は少ないが、もし本当に後院であったとすれば、後の異例ともいえる富人の出世が、天武天皇、自刀天皇代に行われた、後進政治、天治、天武系巫女朝廷の養殖漬け、 政治の中枢を担わせた形態の延長として考えることも可能になるとして支持する学者もいる。なお同様の伝承は平野清盛にも存在し、平家物語にも白川法皇の楽印という説があるとして、牧、第六、祇園寮子に、祇園寮子が生んだ子が男子ならば、平野忠盛に授け、女子ならば自分が引き取るという、全く同様の逸話が述べられている。 また続けて、宣令として、天智天皇と鎌足の話が述べられているが、ここでは、天皇の子とされているのは、楮人ではなく、上位である。遠野峰略記には、上位は、高徳天皇の楽園とする説を載せている。楮人という名前についても、人身の乱の後、天智天皇系の巫女ということで、田辺潮鼓、岡鍋の楮鼓をお墨の家にしばらくかくまわれていたことと、 関連する説がある。もっとも、藤原、中富の鎌谷は、大化の改新以来、日本の外交責任者の地位にあり、当時外交施設として活躍していたのが僧侶と、文、文人、書記官及び彼らが持っていた漢文や儒教、仏教の地であったことから、自分の長男、上絵を僧侶として、次男。 不とを不味として育てて、将来的に自分の役割を補佐、継承させる意図が存在していたとして、後院説に否定的な見方もある。また、後年の大法律量の編纂には不人だけでなく、田辺不味、死に属する2名が関わっていたことが知られているが、これが不との推挙であると同時に、田辺おすら田辺氏の一族が法律知識を有して、 不必の知識を授けた可能性を示している。十一歳の時、父、鎌谷が死去。父の生前の関係から、大宮佐に近い立場にいたが、人身の乱の時は、数えで十三歳であったために、何の関与もせず、大宮佐に対する処罰の対象にも、天武町に対する功績対象にも入らなかった。だが、中富の金をはじめとする鎌谷の同族、 中富の死の有力者が、大宮佐の養人として、処罰を受けたこともあって、天武朝の初期には、中富の藤原氏は、朝廷の中枢から一層沙汰となっており、有力な後ろ盾を持たない夫人は、日本初期の天武天皇2年、673年5月上に、ある大利の東洋制度によって出資して、下級官民からの立身を余儀なくされたと考えられている。 天武朝の後期に入ると、不とは、いとこの、中富の大島と共に、草壁巫子に仕えたとみられている。東大寺正倉院の宝物として、国家珍宝庁に記載されている、黒作権配当は、草壁巫子から不人に蹴られた巫子の守り刀で、後に、御子と不人自身の共通の孫である、聖武天皇に譲られたと伝えられている。日本書記に不人の名前が出るのは、 自党天皇3年、689年2月26日、紀有に判事に任命されたのが書室で、自党天皇書生である、草壁御子に仕えていた縁と、法律や文筆の際によって登用された、考えられている。また、こうした経歴から不人が、飛鳥清見原の例の編纂に参加していたとする説も、ある。文武天皇元年、697年には、 自藤天皇の上位により即位した、草壁美子の息子、慶美子、文武天皇の擁立に功績があり、さらに、大法律令編纂において、中心的な役割を果たしたことで、政治の表舞台に登場する。また、厚次王女、元明天皇月女官で、自藤末年頃に不人と婚姻関係になったと考えられている、立花の道よの力添えにより、皇室との関係を深め、 文武天皇の即位直後には、娘の藤原宮子が天皇の夫人となり、藤原尊生の名乗りが不人の子孫に限定され、藤原氏イコール不人家が成立している。文武天皇と宮子の間には、首巫子、聖武天皇が生まれ、さらに、橘花の道代との間の娘である孔明氏を聖武天皇に嫁がせたが、孔明氏は不人の死後、 不ひとの息子の藤原四兄弟の力によって、孔明皇となり初の非公族の人身皇后の例となった。不ひとは、宇治寺の山品寺を奈良に移し幸福寺と改めた。その後、養老律令の編産作業に取りかかるが養老四年、七百二十年に施を前に病死した。去年六十二、養老律令を実施したのは、孫の仲間の時である。 ふひととその息子の藤原四兄弟によって、藤原氏の繁栄の基礎が固められるとともに、最初の黄金時代が作り上げられた。日付は、旧歴、年齢は数え年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。